言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はベビーメタルの話になります。それからですね、私は動画上げる本数が多いのでベビーメタルは最近語らせてもらってるんで、再生リストにして他の語ったものとかをまとめようと思いますので、よかったら他のものも見ていただければと思っています。今後どんどん増やしていく予定です。ボックスフェスが当選したので、それに向けてっていうことでいろいろとチェックをしておりまして、で皆さんのコメントにもあったメギツネを聞かせていただきました。もうねいろいろと聞いてて MV とかもろもろ見たりなんかしてて、いや非常にやばいなと思いました。私が好きなヘビーメタルの要素がすごいたくさん入ってて、では何ですかね、私はジューダス・プリーストとかディオとかが好きだったりするんですけど、ジューダス・プリーストはモンスターとか怪物に関する曲があったり、ディオは魔術とかそういったものに関する、まあドラゴンとかもありますけど、そういう要素があって、そのそれぞれのバンドが持ってる世界観みたいなところに自分をその投影させて、あたかも自分がその世界に入り込んだような感じで、こう没入感というかそういうところで楽しむところ、耽美的なものというかそういうところが好きだったりします。その耽美的な部分、そしてメギツネ、お狐様ということで、まあフォックスフェスだから、そもそもフォックスだから狐ってことで、フォックスフェス参加するってことはこれを聞いておかなければっていうところもあるんだろうし、そういった意味でまあモンスターではないけど日本のものと言いますと、モンスターという妖怪だったりするから、狐の妖怪とかそういったもののイメージで、メギツネっていうことだから、まあよく昔のドラマとかでこのメギツネめみたいな感じの、そういう意味合いでちょっと妖艶な感じというかね、そのセクシーな意味合いもあったりするっていうか、モトリークルーのライブを見に行った時に、あのバンドはね、ダンサーとして、あの女性ダンサーがいるのが結構それが普通というか名物で、ビンス・ニールがずっとお姉ちゃんの方を見ていて、あんまり歌わなかったところとか見て爆笑してたところもありましたが、はい、モトリークルーの話はあんまりいいっすよね。そんなのもありつつでね、非常にいいなと思いました。MV をちょっと見てリアクションではないですけどいろいろと語らせていただこうと思います。でその後でライブ、メギツネで出した時にライブがいくつか出てくるんで、それをちょっと見ていきたいと思っています。はい、リアクション動画ではないのでカットとかするかもしれませんが、まあ、行きましょう。でこれ10年前なんですね。2013年、あ、10年前っていうか実際には10年以上前か、2013年で、2010年にこのベビーメタルが結成されているから、かなり初期の方の楽曲っていうことにもなりますよね。だから今よりも幼いというか、まあ、メンバーもそのね変わったりとかしているとこういうのあるのかもしれませんが、はいって感じです。その辺も含めて今いろいろ調べてるところではありますが、じゃあいきましょう。この最初にこうちょっとこう伝統が光ったりして、ホラーゲームとかホラー映画とかの感じをちょっと思わせる感じで始まりますよね。でその神社とかお寺のような感じのところにいて、3人が踊っております。でバンドがきっちりとサポートして、まあ三味線のようなものを持っておりますがね、まあでもこれはだからアイドル的な要素っていう部分も含めてのものですよね。まあ普通にやはり可愛いですからね、でもそれだけではないなと思ってはいます。アイドル的要素もありますけど、それ以上にこのヘビーメタルのいろんな要素っていうものに自分は惹かれました。もちろん可愛いですけど、結構だからあれですよね、吉原炎上とか花魁みたいな映画ありますけど、まあその感じですよね。今ちょうどメイクをしてるようなところとか、まあ、完全に和の感じで、まあいつでも女は女優よっていう歌詞ありますけど、まあ女性のそういった部分を表しているところもありつつで、あと大和なでしこじゃなくて大和なでしくなんですよね。大和なでしこを演じる的な感じで、右常と大和なでしこは相反する言葉ですし、
その対比する部分っていうかね、だから当然メギツネと言ってるから、ヤマトナデシコではないのでヤマトナデシクなんですよね。で、その女性のそういった部分も表しつつだけど、ちょっとホラーゲームとかに出てきそうな要素を混ぜつつで、日本舞踊とかも混ぜつつ、一部この日本舞踊踊っているのもメンバーなのかな。で、ここいいんですよね、あのキーツーネーキーツーネーのところ、あの桜の曲ですよね。琴の曲の練習曲だという話も聞いておりますが、あの狐だから義経千本桜なんかがあって、あのそこに狐が出てくるんですよね。あの桜、義経千本桜なので桜と狐のモチーフで、ちょっとその辺のイメージもあるのかなと。お寺っていうか能舞台みたいなところでやってますよね。で、義経とか弁慶とかの演目は能とかでも出てくるし、そこのところ含めてオリエンタリズムも感じるし、でもこの MV の彼女たちはまだその幼いあの顔立ちでもあり、この感じをやるのはおそらく成熟してきた今やった方がさらに魅力があるんだろうなっていうところは思います。舐めたらいかんぜよとか、あのあれっすよね、あの心、顔で笑って心で泣いてとか、まああれですよね、極妻だったりトラさんだったり、あの日本人にしかわからないことを混ぜていて、そこはだから嬉しいなという気はしますね。そしてあの昔の曲なはずなんですが、スーメタルさんのボーカルが非常にうまいし、この時から、ただ結構ボーカルきつそうな感じしますね。これをトノトーンをずっと続けるのは大変だろうなと思うし、あ、かっこいい普通にかっこいいです、ぶやいた。こういうところとか、なんか最後だからこういう感じにしてとか、キツネの要素だからあれっすよね、あのディオとかで魔術の要素みたいな話をしたけど、日本だしキツネだから妖術かな、怪しい術で妖術っていう風に考えた方がいいのかなって気がしてます。で、ライブバージョンをちょっと聞きたいなというか見たいなという感じで、あ、見てないよこれ。228万回視聴されてるやつがある、これちょっと見てみますね。ライブで青い照明、あ、キツネキツネっていうのが流れています。黒キツネ様っていう方のやつですね。まあ、でもなんかその前コメントでいただいて、いくつかの動画ミックスしたやつっていうパターンもあるらしいので、ちょっとそれだったら申し訳ないけど、ただ男たちが非常にこうこのキツネキツネのやつで湧いていて、こうやってあーいあーいってやってるところとか、この現場楽しいでしょうね。こういう感じになるんだもんね、これ参加するの楽しみだよこれね。まあ確実にこの曲やりますよね、だってフォックスフェスだもんね。なんかね、その魔術要素っていうけど、3人が揃って、でこうなんかダンスする時もトライアングルを作ったりなんかして、三位一体じゃないけど、そういうのを感じてね、なんかこうステージングとかもすごく考えられているんだなって思ったりします。これやってますね、ちゃんとキツネっぽいことやるんすよね。だから可愛い曲でもあるけど、そう、可愛さもあるっていうのが、これがさらにすごいなと思ってる。もうだから言ってみれば、この楽曲はもうだからそれだけでヘビーメタルを持ってる耽美さとか妖艶さ、それから怪異と書いてるかもしれませんが、そういったものとかもあるし、魔術要素もあり妖術要素もありで、あ、うまいな。がっつりと後ろでバックでギターが鳴ってる中で、スーメタルさんのボーカルが非常に響いて、で、ダンスのキレもがっつりやって、歌って、その時に、結局ずっと踊りながらやるわけで、当たり前ですけど、
ボーカルだけでずっとやるよりも体力非常に使うわけですよね。それをだから余裕ではないんだろうけど、あたかも当たり前のようにやってるところがすごいなと思います。でこのあーあーのところからの先だけど、ここも大変ですよね。涙は見せないのとか、そうっすよ。だからトラさんとか極妻とか舐めたらいかんぜよもあるから、それもあるけど、なんかこうあれですよね、演歌みたいな要素もありますよね。演歌とか、まあ演歌は日本のものだからそういったもので、だからそのまああれですよね、日本要素と、それから狐だからちょっと可愛い要素もあるけどね、でも可愛い要素よりも世界観のその凄まじさっていうものが目立つと言いますか。でもちゃんと可愛いんだよな、ちゃんと可愛い、うん、当たり前だけど。でこれはあれか、今こうやってるけど、幕張って言ってる、幕張だから幕張メッセなのかな。なんか聞いたんですけど、結構ベビーメタルは MC はあまりやらずに、曲こうやって、でも曲の中でこうやってやるんですね。ちょっと黙ってしまいましたが、あれですね、まあ曲自体がメロディーメタルというか、そこもしっかりとありつつの、私もそのアイドルを基本的に追ったりしているところあるんですけど、やっぱりこのね、まあこのライブ自体は結構最近なのかもしれないけど、おそらくアイドル要素とかが強かったであろう初期の頃の楽曲としても完成度がすごいなと思うし、 MV 見た感じもそうだけど、このやっぱライブで見た感じの歌とダンスのキレの鋭さと、なんか本当にね、おそらく体も小さい彼女だけどすごく大きく見えるし、うん、メタルディーバーだなというふうに思うし、当然だけどボーカルが音源よりもライブの方がいいっていう、しかもライブの映像でしかないからね、これはね、うん、実際に聞いたらもっとすげえんだろうなと思っています。はい、なんかそのタンビ世界観で怪異、つまり狐の妖怪みたいな感じで、魔術的要素、妖術的な要素で、妖艶さ、まあ、麦狐ですから、そういったものとか、まあ、非常にたくさんのヘビメタルの要素が詰まっておりまして、素晴らしいなと思いました。サウンドもすごいし、結局アイドル的な要素がおそらく強い楽曲だろうけど、サウンドがこう全く妥協していないというか、本当に曲だけ聴いたら、まあ、女性ボーカルだっていうところも含めてだけど、で全然日本語とか、私たちは日本語がわかるから、お祭り的なね、ところの要素とか、まあその日本っぽさって出してるっていうのはわかるけど、多分全然言語がわからない人たちが聞いた時にもすごい刺さるんだろうなっていう部分もあるし、でちょっとその陰陽座とか思い出しますね。陰陽座結構好きなんですけど、古の乙女たちを仮初めの夢に踊る、幾千の時を超えて今を生きるとか、今ちょうど歌詞を見てるんですけどね。であとこのあれですね、歌詞のところも、古の乙女たちよ仮初めの夢に踊るかな、古とか仮初めとかで韻を踏んでるってわけじゃないんですけど、日本のその短歌とか俳句とかであるように、ちょっとその言葉尻を揃える感じにしているのを感じるし、あとあれですよね、おそらくは五七五をかなり意識して結構歌詞が作られているしね。ああ、大和なでしく女は変わるの。まあ実際には8文字とかあるけど、大和なでしく女は変わるの。まあ8だけどほぼ7でいける。で、顔で笑って、心で泣いてとかね。うん。で、かりそめのだったりとか。うん。まあそういうのがあるんじゃないかなって思ったりするし。うん。五七五に乗せることで日本っぽさが出るしね。はい、でさらにあれですね、咲いて散るのが女の定めよとか、顔で笑って心で泣いて、純情乙女な目狐よとか、この辺とかはちょっと演歌っぽさとかも感じますけどね。うん、
で、あとはあれですよね、桜の曲、キツネ、キツネ、私はメギツネっていう、こことかは、まあ、ちょっとさっき多分 MV 見ながら言った気もしますけど、どうなんでしょうね、義経千本桜とかその辺の意識してんのかな。あの源の義経が牛若丸伝説とかもあって天狗に育てられただったりとか、義経自体が闇落ちして魔王になったりするようなそういう話もあり、それこそあれですね、あの陰陽座の曲の中でもそれありますけどね、うん、義経が悪いやつで弁慶が退治するみたいなそういう映画もございましたが、まあね、源義経は結構魔術的要素とか、そういう妖怪怪異的な要素もありつつな存在ではあるんで、だからそこの部分をもしかしたらその源九郎稲荷というのがあってね、義経千本桜の中に出てくる源九郎狐っていうのがいるので、まあ義経千本桜なんで桜が出てくるから狐と桜で合わせたりとかしたのかななんて思ったりとかしますけどね。うん、でもおめかし狐さんチキチキワッショイとかツインってなびかせてひらひらワッショイとかね、この辺とかは可愛いですよね。うん、まあでもそうですよね、これだからそうか、ツインテがツインテールで狐ってことか。うん、いざよけ七変化みたいなところとかですね。だからそのヘビーメタルのいろんな要素もありつつで、アイドル的な可愛さっていう部分もさらに混ぜるっていう、本来はそのヘビーメタルの単美さとか世界観っていうものとアイドル的な部分っていうのは絶対その相反するもので一緒に共存することってできないはずなんですよ。それがこの曲ではできているし、ベビーメタルっていう存在をそれが可能なんだなっていうのがすげえなと思いました。いや、なかなかこのなんだろうな、やっぱり皆さんのコメントでもいただくけど、このグループじゃないと表現できない世界っていうのが絶対にあるわけですよね。うん、まあそういうことだと思います。世界観が完全にこの人たちしか無理だなっていうバンドって絶対すごいじゃないですか。例えばだから私が好きなジューダス・プリーストなんかは、多分あの感じ、まあ現代魔教の感じと、なんか何とも言えない、まあ妖怪じゃないんだけど、妖怪は違うね。何とも言えないモンスター的なのが出てくる。ペインキラーとか、グラインダーとかね、うん、ヘルパトロールとか、なんか面白い、ことを扱ってて、センチネルとか好きだけど、はい。一体何のこと歌ってんのかな、みたいな感じのところもあるけどね。モンスターの話をしてるっすよね。うん。でそのモンスターを日本風にしたら妖怪変化になるわけで、いやまあ狐は妖怪ではないけど、まあ、妖怪にも変化するからね。うん、いやそんな感じでね、 MV も良かったですけど、やっぱりライブが、うん、実際にこれ聞きたいですね、見たいし聞きたいですね。まあフォックスフェスで行けるはず、見れるはずなんで、はい、楽しみにしたいと思います。なんかね、皆さんのコメントでもあったけど、だんだんズブズブ沼にはまってる感じは正直してますね。まだ抗ってるつもりではいるんだけど、ちょっとこう妖術にそろそろやられてる、狐の妖術にやられているのではないだろうかと少し疑っていますね、自分をね。うん、まあまあまあ、ちょっとそういう風にも考えていますけれども、いや本当にすごいと思いました、この楽曲。初期の方でやってるっていうのもありつつで、ヘビーメタルとアイドル、ダンス&ボーカルを基本的にやっぱり追ってきた人間になるから、だからその要素が全部含まれててっていうのもあるし、全部がバランスが絶妙ですよね。何かが欠けてるっていうのがないんですよ。うん、そこを2014年の段階でやっていたっていうのは、これはそら恐ろしいなと思います。で、その言ってみればそのあれですよね、女性としての意思表示みたいなところもあるわけだけれど、まあ最近とは言わないかな、ガールクラッシュっていう、まあ女性の強さ、たくましさとか、その自己主張的な部分を、前面に出している楽曲っていうのが、まあ K-POP とか中心に流行ったりしているわけなんですけど、その感じ、2014年にはまだなかったんで、この段階でやってるんだなっていうことでもあり、いろいろ新しいんだなって思いましたね。でも当時、まあ私も2014年ぐらいはヘビーメタルから離れていた時期なんで、うん、だから、
その時にテレビとかもっとプロモーションしていれば、多分そうだね、多分その時にすでにハマった可能性もあるね。うん、いやまあまあまあ結果的に今出会えてるからいいですけども、うん、ギツネリアタイでなんだこれっていう感覚でちょっと味わいたかった気もしますね。まあ今となっては後の祭りですがね。はい、まあそんな感じです。まあちょっとね、思ったより歌詞について語ってしまいましたが、うん、これは本当にライブで聴くの楽しみです私は。はい、そんな感じでした。あ、ちなみに今回はメガネでやりました。仕事帰ってきてコンタクト疲れるんでね。はい、じゃあこの辺にしときましょうか。またベビーメタルの楽曲語っていきますし、それから他に皆さんからね紹介された楽曲もそうだし、バンドに関してもチェックしていきますから、はい、っていう感じで、ね、いきます。あ、それからね、関係ないですけど、イングベイマルムスティン、イングベイのライブも当たったんで行ってきます。なんかだんだんヘビーメタル要素が自分の中に戻ってる感じがいたします。はい、そんな感じです。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。4月入りましてね、出会いの季節などと言われますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、情報を発信していくという形の中で自覚も湧いてまいりまして、良い情報を発信できるという自負とプライドも最近はあります。その上で新規の方がたくさん来ていただきますので、登録者数が多い方が説得力がありまして、皆さん来やすいという事情もございます。で、その上でボーイズグループを J-POP を世界にという形の立場やらせていただいております。YouTube の登録は無料でございますし、登録したところで変なサイトに誘導されたりそういうことはございません。外した時も私に通知が来ることは一切ございませんので、ご安心ください。なのでまだ登録されていない方、そして一度外された方も、もしお気がかかりましたらぜひ登録をお願いします。すでに登録をしていただいている方はありがとうございます。では引き続き頑張ってまいります。ではまた。